名古屋に本社を置くセカンドストリート全国に800点以上を展開しています衣類や家具家電などを扱っていますが、はい、今年の2月あるものに特化したお店が愛知県豊橋市豊田市にオープンしましたあるものはいそれはこちらです、はい、アウトドア用品 そうですね。<ー>キャンプグッズや釣りの道具などおよそ1万2000点を扱っています、うん、この特価の魅力は何かお客さんに聞いてみました、うん、まずは買いに来る人まあ、価格が安いですので初心者でも道具を揃えやすいでしたり、うん、新品では販売が終了していて手に入らないレアな限定品がここで見つかりやすいといった魅力があるそうですこれだけのものをキャンプ用品だけで集めるっていうのもすごいなと思いますけど 初心者だと最初買いそえるのもったいないし続けるか分かんないという時に便利ですよねそうですねそれともう家族でずっとやったんだけどもうそろそろ子どもたちも出ていったし、うん、というようなところでもういいかっていうのも<あ>結構あるんじゃないでしょうかね。あるるんでですよ<ー>売りに来る人の答えはこちら、はい、コロナ禍で たくさん買ったが趣味を終えて使わなくなったでしたり <laughs> 専門店ですから高く買い取ってもらえそうという声が多く聞かれましたで、このキャンプ用品の需要についてなんですが最盛期に比べると落ち着いた感があるものの売る人が増えた分買う人も増えていますよということなんです<ー>ちなみに、はい、今注目されているアイテム聞いてみました、はい、それが。 コールマンのランプなんですってそうなんですかはい。で種類によってはあまりの人気に買い値も高いそうなんですが、うん、特に売り値は定価より高いえ？<ー>定価より高いそうなんですというものもあるんだそうですでセカンドストリートでもキャンプ用品の売買はできるんですが、うん、なぜ特化させたお店を出したのか担当者に聞いてみました、うん、専門店化をすることによってその商材に関しては よりこう幅広くこう深い商材を取り揃えることができるので、上級者の方といいますか、まあ、マニアな方たちにもまあ納得いくような商品を取り揃えられる、専門的な知識を持ったスタッフがいるっていうところが前提になってきますので、まあ、安心してお売りいただける、いいものが集まりやすいは確かに、通常の店舗よりありますね。